お疲れました、ありがとうございます。アト君、テイガが待ってるよ。テイガ待ってる、テイガ待ってるよ。俺を迎えに来てくれっつって、スパークホールとか。いいよ、いいです。え、テイガハルマンシスが。Please select your character。 はい、配信の方も始まりましたので、負けトーナメント決勝戦です。これに勝ちますと決勝進出となります。 1P 側が小松さんのライチ、4さんのミュウのチーム、対しまして 2P 側がおのこし、ジン、ごめんラグナチームです。やべ、指が痛え、マジ。なんか、鍵が超硬くて人の力じゃ開けられないぐらい硬くて、やばかったです。さあ、おのこしはトリニティというね、非常に語呂のいい名前のおのこしさん。さあ投げを通して、ジャンシー、ジャンニシーから、ジャンニシー、ジャンシーか。さあ、こうすると内戦を分かっていても辛い。しかも俺は分かっていないので何をやってるか分からない。しかし空中投げ捉えて、ここはゲージ回収。この竜巻派生がね、非常にゲージ回収がいいということで。迷った、迷ってしまった。さあ、来週はまずはセットプレーに持っていきたい、捉えていきたいところですが、ここはうまい。さあ、緊張というね、緊張でね、大会にプレッシャーの中でやっぱ緊張してしまいますから、ここはね、いつもの動きができないときつい。しかし、なんかね、いつもの大会の、いつもと違ってはっちゃけてしまうね、プレイヤーにとってかなり大会っていうのは面白い場であるんでね、やっていきたいところ。さあ、ここで挟み込む形になりますが、ここはしっかり空中ワード、ここで 8B ヒット、足までこかして棒を設置、捉えてつなげていく、コンボを決めてバースト、裏落ち。さあ、ここは投げは勝利券買っていく、こちら勝利読む。先ほどまでの試合はね、かなり勝利分、あーやってしまった、我慢できない。しかしノーリスク、これです、これなんです。みんなには勝利券持つことを恐れないでほしいというね。さあ、楽しくやれねんという。しかし画面端にコンボつながって、上に逃げる、ジャンシーから前へ立ち、ここは勝利をもう一度返して、おお、なんかつながった。どうする、あーと、ここで足を伸びてきた、取り返していくな、小松ライチ。さあ、1ラウンド目、2ラウンド目ともに自身のね、気持ちよく攻められましたが、ここは前足が出なかったか。ジャンピーから上から突き上げる形ですが、ここガードポイントを警戒して技を出さず、2段ジャンプで様子見、ここはシュカード権を取っていくが、ここで立ち見立ち、西からどうする、下で待ち構えるが、棒を持ってる状態の位置は非常に判定が強いっぽい。タックルから昇龍、画面シースター、ここはどうする、ここはここのなんですね、バリアを張っていないとクラッシュトリガーは防げませんので、あの辺りとね、両を踏みとかないと、ああいう風に割られてしまいます。ガード下のところでね、ガードよりかなり盛りって持ってかれちまうので、そこら辺も厳しいところではあるんですけども。さあ、裏にも判定があって、元気っぽいね。そして設置、中段からタッチにぶっ飛ばして、よいしょ、ボーンから落として、さあ、奥攻め回し、もう一回落として上に入る、さあ、これ美味しいぞ、どういう選択だ、ここで落とす、そして個性を切る、立ち見出し出せない、やっぱ強いよね。まず、おのこしさんはこの補正切りの強さをマジずっと語ってくれてたんで、動画内でね、しっかり決めれてよかったです。さてさて、はぁ、ちょっと疲れたな。あ、こっちの方が音でかいんですよね。じゃあこっちのマイクは切りましょうか。さあ、4さんのミュウと、あ、違いますね、剛力あやめさんのミュウと、ごめんさんのラグナ。ゴリさん、最近進化中らしいんでね、ちょっと怒られないか、大丈夫だ、大丈夫だな。さあ、中段、ここでバーソー、昇竜拳、一緒の目、ここでお互いに速攻バーソー吐いていく。ジャンプから差し込んで出して、ドーンと決めて、前、B じゃ
前へ行こう。連続のラグダンスペインの皆さんはぜひ参考にしてください。そして立ち火キャラ画面時まとわりついて、さあなんとか返してきたいが立ち火が吹っ飛んできて、フラットサイズでジャンシーセンターして見ましてガップルターですね。被弾率 90% を超えております。レボン2アクション。さあ CD そして縦に押さえてダメージ叩きつけて足払いじゃないそのまま拾っていくモーングさあ着地下段はしっかり飛んで激突を入れて昇竜拳炙りをかけて前 B 中盤が置いてる。そしてもう一個貼り付けて足払いからまだ終わりじゃねえぞデッドスライドだし何し、なんだっけベリアレッジ感じない。走りからブッドスパイク。ブラック。うわあ、ユーリヒルムずっと取るよっていうね、さあですね。ああっと。ここのあなたと私の間にって感じですね。さあ、ポンと落として、拾って、飛ばして。おお、まあ、かけてる。そんなところにあったのは、見てる見てる見つめてるよ。さあ、ビットはどうするんだ。なかなか出ないか。知らんかった。さあ、中断で追い返す。中断で追い返す。なんかすげえ移動してポキっぽいなんかあった。そして腐れ見つめて落としてあー届かないないないどうするの足が短いのーあはみ合いましたねさあそういうわけでね決定戦となりますよね。あ違うな、おのこしさんが勝ったんだ。負けるぜスーパー補正切り。さあというわけでごめんさん、おのこしさんのチームは決勝進出です。おめでとうございます。で次は地雷さんのチームと、地雷役ね日記さんの椿のチームと、私星野千一チームです。さあ